それでは仙台のスタメンと予想フォーメーションです。 4-4-2 のシステムで中3日の前節大分戦からスタメンの変更はありません。ゴールキーパーは林です。フォーバック右から小出若狭、姿キムテヒョン、ダブルボランチ6試合連続となりました鎌田とエベルトン、右に豪華、左に相良、ツートップ山田と木田が入る予想フォーメーションとなっています。秋田のスタメンと予想フォーメーションです。こちらも 4-4-2 のシステムで、前節岡山戦からは契約の都合上欠場した阿部、そして累積で出場停止だった諸岡、この2人がスタメンに復帰しています。ゴールキーパーは囲いです。フォーバック右から高田、阿部、川野、飯尾、ダブルボランチに藤山と諸岡、右に斉藤隆二、左に水谷、そしてツートップ青木と梶谷が入る予想フォーメーションです。まあ、今日は山田選手の下に豪華選手がいますので、はい、まあ、そういったところでボランチの脇ってところも使えるようになりますよね。ここは水谷が抜け出します。中には青木、その青木へのボール、青木フリーだ、落としてここから梶谷のシュートだ。斉藤隆二でした。先制は秋田。まあ、秋田のいい攻撃が出ましたよね。このボールをこす動きですよね。チャンスと思った時に必ずたくさんの選手が前に出てきますので、まあ、ここのセンターリングも良かったですし、ここの落としも良かったですよね。この3人目の動きをやっぱしっかり見て落としたところが素晴らしかったのと、キーパーを見て、コースを狙ったシュート、落ち着いてましたね。相良と今日はこの高田のマッチアップ、ここは高田が制しています。逆にここから一気に人数をかけて攻める秋田、ファーサイド、ここからボレーシュートか、いや折り返しの真ん中、藤山こぼれている。秋田三度決定機。まあ、このクロスをファーサイドに送って目線を1回折り返して変えるんですよね。まあ、ここのコントロール落ち着いてたんですけどね。藤山選手、これは決めたかったですよね。阿部も集中しています。小出から豪華、豪華、ハーフスペース、キラキラ、折り返し、下がら2000連発、チームを救う同点弾。まず豪華選手がこのフリーになった木田選手を見逃せなかったですよね。まずこのペナルティエリア内で、まあ、木田選手がここで前向きで受けれたっていうのがまず勝負ありでしたね。まあ、そこでさらに、フリーの相良選手を見て優しいパスでしたよね。木田が仕掛ける。木田からのクロス、中央ヘッド、ナイスキーパー囲い健太郎、見事なセーブ、逆転弾許しませんでした。木田選手のトリッキーなドリブルからのクロスだったんですけども、勢いを持って加藤選手入ってきましたね。グラウンダーでニアを狙ってコーナーキックを得ました。ホームの仙台です。多くのサポーターが囲むこちら側のエンド。加藤アウトスイングのボール、ニアヘッド、こぼれた。ニアでスラして、最後エベルトン決定機。まあ、ニアで若狭選手がそらしたんですけどね、エベルトン選手フリーだったんで、これは入れたかったところですね。ここは秋田のフリーキック、諸岡ファーサイドへ送ったボール、小出が競ります。その奥、三上が拾って小出がチェック、小出が行く、三上折り返しはニワスル、ここでシュート、勝ち越し秋田。ここの三上選手からのクロスだったんですけどね、まあ、しっかりニアでコースを変えましたよね。このヒールパスも良かったですし、この後の反応ですよね。斉藤選手です ね最後斉藤隆二が今日2ゴール目。松下逆サイドへ、姿折り返し、フォギーニョ、
もう一度姿ダイレクトで中を送ってフォギーノ、フォギーノ、しかしここはオフサイドフラッグが上がっていました。この菅田選手の折り返しも素晴らしかったんですけどね、フォギーノ選手少し出てましたね。引き足は左、その左足原のクロス、加藤です。中には多くの選手残っている中でニアでクリア、諸岡若狭ワンタッチで前へ、ゴール前混戦、シュート、姿で同点、アディショナルタイム、仙台同点に追いつきました。まあ、この時間仙台の選手がすごくゴール前に人数をかけてたので、シンプルにクロスを上げたのも素晴らしかったですし、まあ、フォギーノ選手の折り返しですよね、まあ、これに対して2人3人って選手が入っていた中、菅田選手が迫力を持ってゴール前に入った、それがゴールを見ましたね。同点に追いついた直後、両チームとも勝ち点3が必要な中で、フォギーニョ、フォギーニョからのクロス、中跳ね返りダイレクト、こぼれてきて左足、再び決定機、枠内を収めることはできませんでした、松下です。逆転とはなりませんでした、仙台松下フリーで決定機を迎えましたが生かしきれず。そしてここで長いホイッスル、秋田勝ち越しましたが仙台土壇場で追いつきました。熱戦となりました、仙台と秋田の東北ダービー、両チームとも勝ち点1を分け合う痛み分けに終わっています。